はい、今日は京県のお弁当冬というのを食べていきたいと思います。例によってお弁当駅弁なんで、お手元ついてますね。あの、おしぼりとお箸ですね。はい、中身はこんな感じです。お醤油がありますんで、お醤油を、まあ例によって、まあ家なんでね、味噌汁作ってあります。まあね、電車の中だったらね、味噌汁はまあない方が、なくて食べてる人が多いかなと思ってます。いや、美味しそうですね。今日はね、これはね、一応お弁当冬ということなんですけど、名称はホタテご飯ということですね。一応なってますね。で、中はこんな感じですね。ご飯で、人参ですね。まあ、ご飯がもちもちしてますね。まあ、これはもち米入ってるですね。一括表示読むと、うるち米、もち米、ホタテ貝、その他って洗ってますね。で、レンコンになりますね。タケノコにですね、まあシウマイ弁当っていうか、崎陽軒といったらこれですね。やっぱりね、一番目立ちますよね、崎陽軒といったら。あれ、一番はシウマイですけどね。それで、これはお値段なんですけども、税込みで730円になります。で、これですね、小松菜ですか。これは今の小松菜は油揚げも入ってましたね。で、これですね、これは黒豆入りがんもどき煮ですね。で、ここでちょっと一括表示読み上げたいと思います。名称がお弁当冬、弁当でお弁当冬、ホタテご飯、うるち米、もち米、ホタテ貝、その他、シューマイ、黒豆入りがんもどき煮、タケノコに卵焼き、赤魚の照り焼き、小松菜と氷こんにゃくと油揚げと風味かまぼこの和え物、レンコンに人参に大福、錦糸卵、ホタテしぐれに付け合わせ、醤油だし加工大豆、小麦食塩大豆、酢酸ナトリウム、保存料白子、調味料アミノ酸とミョウバン、ペハ調整剤、酸化防止剤、VC、乳酸カルシウム、酸味料、凝固剤、着色料、カラメル、紅麹、野菜色素、カロチノイド、ソルビトール、加工でんぷん、水酸化カルシウム、香料、乳化剤、酵素、主成グリシンってなってますね。で、崎陽軒といったらやっぱりシューマイですね。まあね、コンビニのお弁当だったらね、レンチンっていうパターンがあるんですけど、こういう駅弁っていうのはね、そのままで食べられて美味しいっていうのが駅弁の特徴ですよね。で、こちらが赤魚の照り焼きですね。で、続いて栄養成分表示は、1包装あたりエネルギー491かキロカロリー、タンパク質 19.8g、 脂質 10.0g、炭水化物 80.7g、 食塩相当量 5.1g ってなってますね。で、一応食べ終わったんで、最後は大福ですね。デザート、あー、食べました。やっぱりこうもち米入ってるから、いや、粉が残りますね。はい、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただきますと嬉しいです。はい、おしまいです。